121号ではマウラー連装ビーム砲を組み立てファストパックに取り付け、さらにファストパックを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01の基部に120号で組み立てた連装ビーム砲の LED コードを差し込んでからはめ込み、パーツ06のネジ3本で固定します。次にパーツ02のキャップ2個をランナーから切り取り、方針のネジ止めした穴に切り欠きと突起を合わせてはめ込み、緩い場合は接着します。次にパーツ04のクリップを基部上部に貼り付けます。次に LED の点灯テストをします。109号で組み立てたファストパックのメインノズルとセンサーライトをそれぞれテスト基板に接続して点灯することを確認します。続けて117号で組み立てたファストパックのメインノズルの LED コードをテスト基板に接続して点灯を確認します。次にパーツ05のケーブルの受け側のコネクターを前方に向けてクリップにはめ込みます。次にビーム砲の LED のコード2本とクリップにはめ込んだケーブルをファストパックの四角い穴に差し込んでからファストパックの3箇所の突起に合わせてビーム砲の基部をはめ込みます。続けてファストパックに117号で組み立てたパネルをはめ込み接着します。次に上面パネルをパーツ06のネジ2本で固定します。さらに底面パネルをネジ3本で固定します。最後にパーツ03のパネルを底面パネルにはめ込んで接着します。これで121号の作業は終了です。Achète!